スクラム大黒柱鈴木美咲対アップダウンレーサー飯端美樹、100回目を引いたらアウト。さあ決勝も50回を超えてきた。飯端厳しい。鈴木は全く衰えない。決勝とは思えないワンサイドゲームです。さあ飯端、ここで力尽きた。日本のスクラム大黒柱圧巻の勝利です。超人大胸筋女子は女子ラグビー日本代表鈴木美咲。